こんにちは。ミニマリストを目指しているけどガジェット好きのわらかです。今回もまたローリーさんからモバイルバッテリーをご提供いただきましたのでご紹介します。前回はライトニングケーブル1本のみの内蔵でしたが、新製品ではタイプ C のケーブルが追加されました。まずは恒例段ボールから開封の儀。前の段ボールはもうちょっと大きかったけど、薄くなりちょっとコンパクトになった気がします。前回の動画も概要欄に貼っておきます。箱の外観はこんな感じ。あれ、箱には重量 126g とあるけど、 Amazon 表記では 180g でした。 W 実際持った感じ軽かったので 126g かな。早速開封してみたいと思います。価格4980円ですが、1500円のクーポンが使えます。いざオープン。ツールキット復活したのですね。ここからは付属品紹介。最初だけしか同梱されていなかったツールキット。タイプ C ケーブル。これは本体を充電するためのケーブルですね。続いて取扱説明書。早速本体を取り出してみたいと思います。なかなか取れませんでした W。 やっぱり箱に書いてあった 180g より軽い気がします。とりあえず使わないものは箱に戻しておきます。ちなみに説明書はちゃんと日本語でした。でも説明書を見なくても操作は簡単。ちなみに最近持ち物はすべて黒と決めているので黒多めです。持ち物を黒に統一した時の動画もアップしたので概要欄に貼っておきます。ちなみに前回ご紹介させていただいたのはこちらの2台。黒い方のケーブルが断線寸前になってしまったのが残念でした。しばらく使っていましたがまだ充電できています。その後2色展開になり、ホワイトもご提供いただいたので最近ではよくこちらを使っていました。白なので汚れが目立つのと剥げてしまったのが残念ですが、今のところケーブルは長持ちしています。前回の違いといえばタイプ C ケーブルの追加はもちろん、手持ちがカラビナになった感じですね。左側にはライトニング。今回も断線にならないことを祈ります。これ以上は伸び縮みしないようです。右側には追加されたタイプ C。 前回の紐式とは違い、今回の手持ち部分はカラビナなのでカバンにつけることも、しっかりしているので落ちてしまうこともなさそうです。指に通せるので邪魔にならずに持ちながら充電できます。 126g で軽いのでずっと持っていても重さを感じません。持った感じめっちゃ軽いのでやっぱり多分 126g。 ちなみに愛用している iPhone12 mini は 133g であまり変わらない。マウスと比較してみました。愛用している Bose とも比較。iPad 6とも合わせてみました。大体ですが参考になれれば幸いです。早速メインである Apple Watch を充電と、その前に電源を入れるのを忘れずに。前回はサイドについていたランプも今回は表面に。気を取り直して再度 Apple Watch を充電。ちゃんと充電できました。後ろをぴったりつければ上下に振っても落ちません。 Apple Watch のこのベルトは概要欄に貼っておきます。スイッチも充電できると記載があったので試しに充電してみました。ちなみに主にやってるゲームはスプラトゥーン3。スイッチも充電できました。試しに4台同時充電してみたいと思います。ここからは iPad で撮影しているので見にくくてすみません。まずは Apple Watch と iPhone12 mini。 ちなみに壁紙はうちの愛犬ゆきちゃんです。続いて Bose のイヤホン。
同時に挿しても充電できることが確認できました。ここからさらにタイプ C2C ケーブルを挿し充電してみます。試してみるのはスイッチも同時充電できました。最後までご視聴ありがとうございました。ブログでもレビューしているので、いいねとチャンネル登録していただけるともっと嬉しいです。